中山さん、こんにちは。うにゃ。あ、ピロちゃん。ピロちゃん、なんて言ってるのかな。うにゃ、うにゃ、うにゃ。違うみたいだよ。ピロちゃんと楽しそうに遊べて。しのぶさん、しのぶさん。しのぶさんはどうやって皆さんの縁結びを進めてるんですか？付き合ってお手伝いするということですか？うんうん、参考になったです。あ、私ちょっと寄っていくところがあるので、ここで失礼します。忍ぶ一人か？そうじゃないけど、メルッチは一緒じゃないんだな。違うよ。そうじゃなくて、メルッチと忍ぶっていつも一緒だから。まあ、どっちでもいいんだけどさ。そういうんじゃないって言ってるだろ。もういい。ったく、しのぶの冗談はきつすぎなんだよな。オイラをおもちゃにすんな。違うって。もういい。オイラに用がないならもう帰れ。ああ、じゃあな。びっくりしたのはこっちですよ。
何してるんですか？日記を書いてたんですよ。はいです。て、展開の文字ですよ。そんなに褒められると照れちゃいます。はい、せっかくこちらで生活してるわけですからね、何か記念に残しておこうかと思いまして。難しいから勝手に見ないでくださいね。うきゅう、絵だって見られたら嫌です。うにゃ、ヴィランは絶対にダメです。多分ハクは生まれながら展開の文字が読めますから。さっき覗き込みました。え、なになに、面白いこと？すきゅう、日記を書いてただけでしょ。え、見せて見せて。なし、いいじゃない、見せてよ。しのぶさん、うきゅう、出さないとどうなりますかね。うきゅう、なんか好きかって言われてる気がするんだけど。ありがとう。ふんふん、なるほど。読めるわけないじゃない。メルちゃんがピローと仲良くなりたいとか、早くみんなを幸せにしたいとか、そんなこと全然読めなかったから安心して。うきゅう、読んでないわよ。メルちゃんの書きそうなことくらい、しのぶちゃんでも想像つくでしょ。ちょっとからかっただけよ。みことさん、ひどいです。だって、困った顔のメルちゃん、かわいいんだもん。あのさ、
やっぱりさ。うん、やっぱり。そんなに慌てて。なんで？復旧、時間がピンチなのですよ。時間ね。しのぶさん、諦めちゃダメですよ。だから最後まで。あれ？そうみたいね。しのぶさん、それでは。
用事があるんで、私は先に行くわよ。どの道逃がしちゃってたと思うから気にしないでよ。ちょうど取れそうな位置に大物がいたから、葉月くんに見せれば喜ぶかなと思って。この公園はセミさんがいっぱいいますね。広くて自然がいっぱいだからね。
ればカブトムシも捕まえられるんだよ。おはよう、しのぶくん、メルちゃん。おはようございます。あ、高山くん、おはよう。休みかな。ハヤトちゃんならまだ寝てるかもね。いやね、ハヤトちゃんだっていつまでも子供じゃないわよ。ちゃんは関係ないからね。あ、ううん、なんでもない、なんでもないよ。あれ、どうしたですか、お二人とも。朝の挨拶をしてただけだよ。ね、ね、高山くん。一言で言ってもいろいろあるんですね。ギリギリセーフかな。ギリギリってところかな。やあ、おはよう。いや、弥生が起こしてくれなくて。正論だね。ほらほら、高山に辻、朝の会始まるぞ。今さっきだ。ほら、のんがけはいいからさっさと席に着け。はい。
触ってもいい？リロちゃん、触ってもいい？良くなれば、双葉ちゃんが触っても大丈夫なんだ。気をつけてるけど、たまにしちゃうこともあるかな。
まさか、そこまではね。たまに、そうじゃない人もいるみたいだけど。それは。
らだっていつも一緒ってわけではないけどね。同じ教室内でみんなが集まってれば気にもなるさ。で、どうしたの？二人とも喧嘩でもしたとか？ううん、別にそういうわけじゃないけど。僕がそんなことするように見えるかい？全然見えない。一人で歩きたい気分の時だってあるとは思うけどな。だって僕の覚えてる限りじゃこの二人が別々に登校したのを見たことないんだもん。言われてみるとそうかも。ふん、あまり自覚したことはなかったんだけどね。やあ、みんな集まって何してんだ。その通りだよ、委員長。でも…リンはおせっかいだからな。なんですっけ？
ところで帰らないの？みんな行っちゃったけど。行くよ、しのぶくん。